全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大する中で迎えた今回の四連休ですが仙台市中心部は去年7月の休日と比べて30%ほど少ない人手となりました NTT ドコモによりますと四連休中の人手は JR 仙台駅西口と青葉通り一番町駅ともに去年7月の休日と比べ連日30%前後少なくなりました今回は 国の観光支援事業、GoTo トラベルが始まってからの4連休となりましたが、再び新型コロナウイルスの感染が拡大しているためか、仙台市中心部では大幅な人出の増加はありませんでした。